車掌さん、たった今し、正規の安定率の測定中じゃ。邪魔をするでない。ちょっと、冷たくない？空間パラメータ、正常値に回復。正規の安定率 56%、 57%、 継続して上昇中。運行環境が式位置に達した。発射を強化する。おお、二人ともよく戻ってきた。開拓任務は無事に終了したようじゃな。列車組の一員としてお前たちの貢献に感謝しておるぞ。今すぐじゃ。空間の異常が再び発生する前に急いでここを離れ、安定した空間に入る必要がある。安全のため全ての乗客は席に座るように。立ち上がって移動するのは列車が安定した速度で走行するようになってからじゃ。協力によって列界の活動は最小限まで抑えられ、正規の各パラメータも正常値に戻った。列車は間もなく運転を再開し、ヤリイロ6を離れる。ちゃんと座ってこの星にさよならを言うのじゃぞ。将軍様、この後かの者をちゃんと見張っておけ。は、私を覚えているか。ああ、人は五人、代価は三つ。ケイゲン、その中の一つは貴様じゃない。人は五人、代価は三つ。その中の一つが貴様だ。少し待て。今行く。ほら、言ったでしょ、絶対にまだ寝てるって。うちら列車に乗ってる人って何日も寝なくて平気だけど、一旦寝たら今までの分を取り戻す勢いで寝ちゃうんだよね。あんたもいずれこのスキルを身につけると思うよ。さ、廊下で時間を潰すのは終わり。車掌さんからの伝言、航路会議がもうすぐ始まるから、いつもの場所に遅れずに、だってさ。うちらは先に行こう。あ、そうだ、潔く負けを認めてね。今週の洗い物はあんたの担当だから。招待してくれてありがとう。ここの車窓から見える景色は誰もが享受できるものじゃない。本当に感動したわ。あんたたちは毎日こんな銀河に踏み出して旅をしてるわけ？すごいわ。だから列車組は全員博識なのね。はあ？そんな謙虚なことを言うなんてあんたらしくないわよ。私は経験したことないけど、
完璧な宇宙旅行を拒める人なんていないわよね。列車への搭乗はほんの始まりに過ぎない。この先私が宇宙の深部に行けるチャンスがあるかどうかもわからない。だって私はブローニャとナタと仮想部を守り続け、ベロブルグを復興させると約束したから。でもフックやクラーラみたいな子供たちにはまだチャンスがあるでしょ。もしかしたらあの子たちがベロブルグを代表して再び宇宙に踏み出すことができるかもしれないわね。おはよう。時間通りね。ああ、大丈夫。炭鉱は時間を守る人よ。もし遅れるのなら、きっと何か原因があるはずだわ。炭鉱の状況は少し特殊なの。私たちはできるだけ彼を守りたいのよ。ヤリ色6での開拓は一段落したわ。請求列車もそろそろ次の星に向かう時よ。秘密よ。楽しみは後に取っておくものでしょう。会議で正式に発表するから楽しみにしておいてね。もう少し待ってちょうだい。会議はもうすぐよ。各員、跳躍航路会議を始めるぞ。まずは今回の駅の問題を見事に解決し、列車が再び進めるようにしてくれた皆に感謝じゃ。うちらのおかげだね。続いて次の駅の名前を発表するぞ。お久しぶりね、請求列車の皆さん。私よ、カフカ。あら、いいタイミング。皆さん勢ぞろいだなんて。魅力的な自己紹介は不要よ、性格ハンターさん。姫子でしょ。パーティーの邪魔をしてごめんなさい。でも私の要求を聞いたら理解してくれるはずよ。目的地を変更してちょうだい。性格ハンター、あんたを見たことがあるわ。カンパニーの指名手配書でね。天文学的な数字の懸賞金だった。それに生死は問わないとも書かれていたわ。あんたは自分にかけられた懸賞金の額を知っているかしら。あまり興味はないわ。カンパニーから懸賞金をかけられるのはむしろ称賛されるべきことよ。数字が大きければ大きいほど評価されているということだからね。指名手配犯ってポジティブなんだね。だったらヘルタもあんたを称賛していたわ。運命が見えると自称する狂人が命知らずな人たちを引き連れて宇宙で最も危険なものを追っているってね。ヘルタはめったに人を褒めないのよ。宇宙で最も危険なものを追っているね。その点においては君たち列車も私たちと同じ穴のムジナだと思うけど。来る場所を間違えたわね、カフカ。私たちはあんたの願いを聞き入れるつもりはないし、性格ハンターと関係を持つつもりもない。話せてよかったわ。直接あんたが列車を訪ねた時にでもまた話しましょう。ラフを知っているかしら。先週同盟の6層のうちの一つ、先週ラフ、もちろん知っている。でも君たちは知らないでしょう。その先週が今君たちのすぐ近くまで来ていて、2回の跳躍でたどり着ける距離にあるってこと。それにシステム時間における45時間前、一つの性格がラフで
暴発した。不慮の災難でね。そう思うでしょ。性格ハンター、何を企んでいる。先週同盟は俺たちとは違う。遵守に目をつけられたら、お前たちはもうハンターではなく獲物となり、同盟に宇宙の果てまで追われることになるぞ。言いたいことがあるのならはっきり言いなさい、カフカ。簡単に言えば、その性格は私たちと無関係なのに、先週は責任を性格ハンターに押し付けたのよ。私の仲間のジンが運気軍に連れて行かれた。私は彼を連れ戻し、性格による危機を排除して疑いを晴らす必要がある。あんたたちが無関係？そんなの誰が信じるの？性格が暴発してすぐにあんたが現れた。偶然にしてはできすぎでしょ。それにあんたたちとうちらには何の交流もない。性格ハンターが潔白かどうかなんてうちらには関係ないもんね。ダメ、絶対に手を貸さない方がいいよ。同盟ってすごいんだから、性格の一個ぐらい処理できるって。うちらは請求列車の乗員で、性格封印の専門家じゃないでしょ。確かに関わらないこともできるわ。性格がこの空間を汚染する前に今すぐ跳躍を開始し、次の世界へ行くことだってできる。でもこの世紀は再び塞がれるでしょうね。私は君たちの未来がどうなるか教えることができるわ。もし君たちがラフに行かなかったら、性格はやがて泉州全体を汚染し、乗っている人の約半数が死ぬことになる。勇敢な開拓者であり善良な七死人が黙って見ているわけにはいかないでしょ。あんたの仲間ジンと言ったわね。彼も死から逃れられないのかしら。それに関しては教えられないわね。座標はここにある。どうするかは君たちが決めるといいわ。全く異なる目的を持っているように見えても、群生はやがてその軌道を交差させるものよ。ではさようなら。美月ちゃん、タンクを呼んできてちょうだい。あんたも来たんだ。もうタンコウは部屋から出てきたよ。さっき起こったことをちょうど説明してたんだ。後で一緒に反対しよう。うちはあの女の指示なんか聞きたくないもん。大丈夫？タンコ、美月ちゃんから話は聞いたかしら？問題ない。状況は理解した。よかったわ。じゃあ、先ほど起きたことについて、今後の方針を投票で決めるとしましょう。性格ハンターによると、先週、ラフで性格が暴発し、現在は列車のすぐ近くまで来ていると主張している。ラフに向かえば、罪のない人々が犠牲になるのを防ぐことができるわ。でも性格ハンターに騙されていて利用されるだけかもしれない。私もベルトも性格ハンターは嘘をついていると思っているけど、彼女の話を完全に無視することもできない状況よ。そこで泉州に向かうかどうかを多数決によって決めることにしたわ。向かうのに賛成の人は手を挙げてちょうだい。3、2、1。3対2、賛成の方が多いわね。泉州に向かうことにしましょう。落ち着いて考えたんだけどさ、
もしあの人が嘘を言ってなかったら、うちらが泉州に行かないと何の罪もない人が犠牲になるってことじゃん。だからわがままは言ってられないかなって。その辺にしておいてやれ。ナノカは普段からそうなんだ。俺たちはもう慣れてる。どうする炭鉱、あんたは残る？ああ、今回は遠慮させてもらう。じゃあ今回の開拓の旅はあんたに任せるわね、ベルト。彼女と美月ちゃんの面倒をちゃんと見るのよ。ああ、任せてくれ。目標、泉州へ出発。まもなく跳躍が始まる。ゴー4 3 2 1。わあ、これが泉州？槍色6よりずっと大きい気がする。泉州人にとってはこの泉州が星だ。陸地は文明の存続と発展に欠かすことのできないゆりかご。だが長らく続く文明は宇宙船で虚空を巡ることもある。それが泉州同盟だ。数えるほどしか見たことはないが、今もなお壮麗だな。炭鉱、本当に大丈夫なの？なんか寂しそうな顔してるけど。こちら請求列車。繰り返す。こちら請求列車。私たちは泉州の空域に入ったわ。地上、いいえ、甲板への着陸許可が欲しい。ようこそラフクッ泉州へ。接続完了するまでお待ちください。お待ちください。お待ちください。どうしたんだ？信号が繰り返されているだけで停泊場所を案内してくれないわ。性格ハンターは嘘を言ってないのかも。本当に泉州で何か起きたんじゃ。誰もいない港に到着した一隻の宇宙船。ホラー映画って大体こうやって始まるよね。変なことを考えるな。お待ちください。お待ちください。お待ちください。まだ自動信号なのか？そうよ、ずっと繰り返してる。な、繋がったわ。魚介、今開けてます。泉州同盟ラフを代表して遠方からのお客様を歓迎します。指示に従って停泊を。あれ、ちゃんとした担当者につながった？いえ、信号が途絶えたわ。向こうは何も言わなかったわね。そろそろ行こう。姫子、列車にいても十分に用心してくれ。大丈夫よ。それに炭鉱もいるわ。別に怠けているわけじゃないわよ。列車には処理すべき仕事がいっぱいあるから、結構忙しいの。出発前の準備を忘れずにするのよ。